ボートレース小島 G1 小島キングカップ開設65周年記念競争、いよいよここからは激戦の予選を勝ち上がってきたメンバーによってのセミファイナル。まずは第10レース準優勝戦です。1号艇には白井英二、2号艇には辻栄三、3号艇今垣幸太郎、4号艇小島和弘、5号艇茅原裕樹、6号艇谷村和也、以上6名が対戦する10レース準優勝戦です。本番レースピット離れ遅れた4号艇の小島、再アウト回りです。1、2、3、5、6、4の並び、果たして何コースが可動1となるんでしょうか。人気の中心は1号艇の白井です。昨日の12レースに続いての陰線再現あるのみです。2コースは今節も堅実な走りを披露して予選突破、2号艇の辻センター、3コース3号艇の今垣、4コース引っ張れました。本番レース角1へと持ち出した5号艇地元の貝原です。5コース6号艇の谷村、再アウト6コース4号艇の小島となりました。進入スタイルスロー3艇1、2、3、かまし3艇5、6、4、現在スリット付近ほぼ無風の状態です。小島周年第10レース準優勝戦、インコースから1番2番3番ダッシュ5番6番4番です。今スタートしました。6メンバーあまりそのないスリット体系となりました。1周の1マーク、インから設定1号艇白井、2号艇辻さす、3号艇の今垣、幕内から6号艇は流れた、切り込んで5号艇の貝原旋回しておりますけれども、ここは押し切った1号艇白井英治、2番手線まくった刺したの5号艇3号艇並走、絡んでくる2号艇辻、後方に手は4号艇小島、6号艇の谷村、一周にコーラーの世界相当正常、2番手内入った2号艇辻映像、5号艇の貝原分回す、2艇セル内開く、3号艇の今垣幸太郎、設定1号艇社員の候補、2番手は2号艇5号艇ガサンドボードがぶつかった、最初から3号艇の今垣も参戦する、レースは2周目と務めます。唯一かけた2番手の手が焦点で、うち入った3号艇の今垣先行体制で、どうする5号艇の貝原、握った2艇競った、内開く2号艇辻とズバッと、しかし単独の2番手振り切った5号艇地元の貝原、3番手は2号艇3号艇並走、うちは2号艇辻、相当は3号艇の今垣、気がつけば5番手からやってくる4号艇の小島、最高峰から5号艇の谷村、レースは2周にマークの攻防戦、盛り込んでくる4号艇の小島、かわす2号艇辻と、大きまっては3号艇の今垣幸太郎、先頭1号5号艇白井、2番手5号艇の貝原、3番手の2号艇3号艇勝負が続く、うちは2号艇辻映像、アドゴーサ3号艇の今垣幸太郎、レースは残り1周、このレース1コースからコンマ08押し切った、先頭1号艇白井、2番手5号艇地元の貝原、3番手2号艇辻牽制して回る、外握った3号艇の今垣は流れた交代する、3番手は2号艇の辻映像、上位台形は1号2、2連単1号6名は6.4倍、3連単1号2 16.9 倍を示したラストコーナーの旋回、先頭は1号艇白井、これで3日目後半から3連勝、そして地元の一味さ5号艇の貝原、2番手3番手は2号艇の辻、上位の体系は白井、貝原、辻、先頭1番白井、ゴール2着5番の貝原、3着2番の辻、ゴール、3番今垣、6番の谷村、ラスト4番小島、ゴール。以上小島第10レース準優勝戦でした。